前田栄之助前田栄之助6月27日から1977年8月1日は日本の社会運動家、政治家、衆議院議員、現在の広島県呉市出身、呉高等小学校を卒業後、呉海軍校長に専番校として務める。青年労働者で結成された6.3クラブに加盟し、1923年に解雇となる。 その後、社会運動に加わり、1928年、クレシ会議員に当選し、1929年、社会民衆党クレシ部執行委員、1931年、広島県会議員に当選し3期務めた。その他、クレザ東小売商業組合理事長、五霊島好み工業組合理事長、広島県警弁副食物工業組合理事長、 クレ食料品配給統制組合理事長、広島県食料品組合連合会副理事長、広島県政家統制幹事などを務めた。戦後、日本社会党の決闘に参加。1946年10月、第22回衆議院議員総選挙に、広島県選挙区から日本社会党所属で出馬し、当選。その後、第23回から第27回までと、 第29回、第30回総選挙で7回当選し、衆議院議員を通算発揮努めた。この間、衆議院電気委員長、同貿易振興に関する調査特別委員長、国土総合開発審議会委員、二十歳農業改良促進対策審議会委員、中国地方開発審議会委員、日本社会党、中央執行委員、同広島県支部連合会長、 同両院議員総会長、同第二市会長、同文教政策委員長、同東県本部顧問、地方財政審議会委員などを歴任した。ありがとうございます。